吉田サ也が王者インテルから同点ゴール。今季サンプドリアのチーム初得点にイタリア、セリエ第3節のサンプドリア対インテル戦が12日に行われている。前半33分にはサンプドリアの日本代表 DF、吉田サ也が初めはじめの同点とするゴールを記録した。開幕2連勝と順調なスタートを切っていた作機王者インテルは、 この試合も前半18分に先手を取ることに成功。リーフ・フェデリコ・リマルコがペナルティーアーク内からの直接 FK を左足で鮮やかに突き刺し、インテルでの初ゴールを挙げた。だがサンプドリア派前半のうちに、こちらもセットプレーから追いつくことに成功。右 CK からのクロスがエリア内に残り、小さくクリアされたボールに吉田がボレーで合わせると、 インテル DF に当たってコースを変えたボールがゴール左に転がり込んだ。吉田は昨季の1得点に続いてサンプドリアでセリエ A 通算2点目のゴール。開幕から2試合連続無得点だったサンプドリアにとっては今季のチーム初ゴールとなった。試合は前半35分を過ぎてはじめはじめの同点となっている。